日本千葉県市川市東、菅野東菅野は、千葉県市川市にある地名。現行行政地名は、東菅野1丁目から5丁目。郵便番号は272-0823。東菅野2丁目市川市北部に位置する。地域内は、市川、新田、ママ、平田、菅野と続く、松野追い茂る、住宅街となっており、1丁目から3丁目にかけては、 現在も多くの邸宅が残る高級住宅街となっている。地域の東部に大柏川、中央部にママ川が流れる。東は本北方、北形町、西は関の、南は八和田、北は宮久保と接している。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、東蘇我の3から17から14の地点で26万6千円。 平方メートルとなっている。菅野、八幡とともに、小説家、長井花風が生前居住した地の一つであり、長井花風の作品、団長亭日常、葛飾土産や菅野在住であった、甲田矢の作品、菅野等に当地が見られる。その他、元日銀律であり、経済評論家、長井花風研究家の吉野敏彦が、晩年まで居住していた。 旧菅野町の東部であることから、菅野の由来は、かつて北半分が菅が密生する広い湿原、南半分は左室で、塚や菅と呼ばれていたことから、2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。昭和学院中学校、高等学校 AB、 町長別人口。市川市。2017年11月6日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月6日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。小中学校の通学区域。市川市。 2017年11月6日閲覧、ありがとうございます。